皆さんこんにちは絵開花コットカエトリプロシューカード金子です、えー、これはですね、えー、長春花長い春の花と書きますけれどもまあよくあの日本画でも出てくる、えー、タイトルですね、えー、まあどんな花が描かれているのかと言いますとだいたいまああのバラが多いですね、えー、長春花っていうのはまあバラが多くてであの長寿 長寿歌っていうのはまあ椿が多かったりもするんですけども、まあ、やっぱりあのちょっとこうシャレた縁起のいい画題というのはですね昔からまあ好まれて使われておりまして特に日本画の世界これはまあ山口宝春の箱書きですけども山口華葉ですとかあるいはまあ奥村時生そういったまあ小林古家も含めていろんな日本画家がですねこういったタイトルを遊ん持てまあ まあそういう心も含めてですけどもね名付けていましたでまあこの長春館の作品はですねこれ裏を返すと、えー、まあここに方春というふうに楽観と委が押されているんですけども、えー、まあよく見ますとこの上にですね昭和23年 う出品と最高階というこれは三越だと思いますね日本橋の三越でやられていた展覧会に出しましたよという記録がここに載ってまして、まあ、当然こうしたあの記録が残っているということは図録ですとかあるいは資料を調べれば出てくるということで、えー、まあ名品だなということになるわけですけれども、えー、私どももまあこう画題の良し悪しもちろん大事なんですけどその裏に隠されている こういった、えー、ちょっとしたですね。あのまあ、箱書き裏書きというものをですね。まあ、きちっと見て評価もさせていただいております。えー、まあ、日本画の材料ですね。あの、いわゆるのを使った作品まあ、少しシミがあってもですね今時にはまあ、そういったものもあの取ることもできますので、えー、作品の良し悪しも含めてですね一度、私ともにご相談いただければと思っております。 絵画コット買取プロ、えー、皆さんの作品きちっと評価してお答えさせていただいております、えー、ぜひお問い合わせいただきますようによろしくお願いいたします